モンスターズインクのブーとサリーはこうして誕生した。ということで今回取り上げる作品はモンスターズインクですけれども、その中でブーとサリーの誕生秘話についてお話ししたいと思います。ピクサーの4作品目となるフル CG 長編アニメーションモンスターズインクは、実はフル CG 長編アニメーション最初の作品トイストーリーよりも先に考えられていた物語でした。サリーとブーの間に築かれる絆がテーマの物語がモンスターズインクですけれども、4作品目の制作となったことで、それまでのトイストーリー、バグズライフ、トイストーリー2でできなかったことを新技術で実現することができました。その一つがケムクジャラのモンスターです。 CG で生物の自然な毛並みを表現するのはとても難しいことなんですけれども、そのためにスタッフはゴリラやオラウータンなどを徹底的に研究して、サリーのあの立体感のある毛並みを作り上げました。で、あくまでモンスターは想像上の生き物なんですけれども、それでも彼らはモンスターの世界のリアルさを追求します。様々な動物の体毛や見た目や質感などをリサーチして、それをモンスターズインクの中のモンスターとして再現しました。ただ彼らはそのリアルに再現されたモンスターの体に非現実的な色を乗せています。でも実はそれもリアルさを出すための方法でした。なぜなら子供たちが想像するモンスターの姿はどこか非現実的なものだからです。でスタッフたちは、サリーをはじめモンスターたちを描くのに、徹底的にリアルを追求したわけですけれども、彼らが追求したリアルさはモンスターの体だけではなく、登場する子供ブーにもリアルさを求めました。モンスターズインクの中に出てくる幼い女の子ブー、彼女の声を担当したのはスタッフの子供で2歳半になる女の子でした。言葉を覚えたてのリアルな女の子の声がブーの声だったわけです。幼い子供の言葉を理解できるのは、親ぐらいしかいないわけですけれども、実際ブーも物語の中でほとんど何を言っているのか分かりません。ブーのセリフで理解できるのはマイク・ワゾウスキー、ブー、キティ、これは日本語ではニャンコとなっていましたけれども、この3つだけです。でもそのおかげでブーの接し方に戸惑うサリーやマイクの姿に現実味が増しています。またブーは劇中のトイレのシーンで歌を歌っているんですけれども、これも実際に2歳半の女の子が本当に歌っています。そしてそれをうまくつなぎ合わせたのがあのブーの歌声になっています。で、子供の声といえば、その他の子供の声もすべてスタッフの子供たちの声になっています。モンスターが集める子供の叫び声ももちろん本物の子供の声です。それ以外にも途中に出てくるブーが一緒にいたモンスターの子供たちの声も全て本当の子供の声になっています。その場面で子供たちはただわけもわからずマイク・ワゾウスキーと何度も言っているだけなんですけれども、それが逆に子供たちの無邪気さにつながっています。さらに監督は声だけでなくブーの表情にもリアルさを求めています。いつもニコニコ楽しそうなのがブーなんですけれども、途中でマイクにぬいぐるみを取り上げられて泣き出すシーンがあります。あの表情を作り出すために監督は自分の娘が泣いている様子をビデオに撮って、それを参考にしました。監督は子供はわけもなく泣き出すと言ってるんですけれども、それがぬいぐるみを取られて泣き出したブーの表情につながっています。で、最初あのシーンではブーは鼻水を出していなかったそうなんですけれども、撮影したビデオを見ると自分の子供が泣きながら鼻水を垂らしていたので鼻水が必要だと思って後から付け足したらしいです。そのおかげで単に可愛いだけじゃなく、本当の子供のようなブーが出来上がりました。で、それ以外にも映画の中でリアルさを追求しているのがブーが描いたサリーとブーの絵です。あれも実際に子供が描いた絵です。見本となる絵を大人が描いて、それを子供が真似して描いたわけなんですけれども、だからあの絵の線のタッチなどが本当の子供が描いたように見えると思います。子供という存在を大人が頭で想像して描き出すのではなく、実際の子供の声や表情や行動を元にしたことでブーはリアルな子供になっていきました。で、ここまで子供の世界を作るのに、大人の想像ではなく本当の子供を元にしたというお話をしてきましたけれども、実はその中で一つだけ大人が想像したものがあります。それはモンスターズインクの中に出てくるモンスターです。
最初は子供に描かせた絵をもとにモンスターを作るという案もあったようなんですけれども、最終的に監督が子供の頃に想像したモンスターになりました。そのこだわりがユーモアあふれる可愛いキャラクターたちの誕生につながっています。というわけで今回はモンスターズインクのお話をしてきましたけれども、徹底的にリアルを追求した作品がモンスターズインクと言えると思います。だからこそ子供はもちろんですけれども大人も楽しめる作品になっています。ブーを見ると子供がいる親であればブーの接し方に戸惑うサリーやマイクの気持ちに共感できるかもしれません。それはブーが作り物ではなく本当に子供だから得られる感情です。また最後のブーとサリーの別れのシーンで寂しさだけじゃなくってブーの成長に喜びを感じることができるのもブーという存在がリアルだからです。モンスターズインクは2001年にアメリカで公開された作品ですけれども、長年愛され続けている理由はブーとサリーというキャラクターが私たちが暮らす現実の世界にもいるような感じがする身近な存在だからなのかもしれません。ということで今回はモンスターズインクについてのお話でした。